皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ砲弾、前オペラ、第346回。今日は、えー、2024年の1月7日です。はい。えー、新しい年になって、えー、今日で1週間ですね。はい。えー、七草貝を食べる日ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。えー、僕は昨日から、えー、北海道札幌市に来ております。はい。 ええー、今年の初めにあった、ええー、大きな出来事、ええー、その後も世界各地でいろんなことが起こっていて、ええー、ちょっと本当に波乱のというか、そういう、ええー、一年。まあ、これは今に始まったことじゃもちろんないんですけどもね、ただ、我が国においては、あの、やっぱり能登半島地震というのはとっても大きなことなので、やっぱりその、ええー、ことに思いを馳せて、ええー、新年を、えー、過ごしている方、 多いのではないでしょうか、えー。僕は昨日、あの、東京羽田空港から新地創生空港にね、来たわけなんですけども、えー、当然、あの、羽田で起こったあの事故についても、いろいろまた考えながら道中やってまいりました、えー。あの、前回は僕も本当にショックの中でちょっと、えー、動画を出したので、えー、何と言えばいいのかわからないようなところから、えー、本当にただただ、えー あのお見舞いし,したいというようなことをねあの話をしていたんですけどもまずこの羽田空港の事故に関しては、えー、もう最初ものすごいもう画面テレビの画面見てすごいショックでねでそれを何度もあの動画を見て、えーえーまあ、すごいことが起こったっていうのはショックの中にあったんですけどもあのその後やっぱりキャビンアテンダントたちのねが必死でその 乗客を誘導して、で、乗客の皆さんもそのことをしっかりと従って、えー、まあ90秒で全員が、えー、避難するというようなことに基づいて、その、異常事態でね、真ん中から後方の、えー、扉を開けられない状態の方で、前方のところから、えー、全員をこう、退避させるというようなことをね、やっていた、えー、あの、クルーの、 皆さん、本当に素晴らしいと思いましたね。本当にチームワーク、えー、日頃からのそういう、えーまあ、プランニング、そして訓練、そういうなものの成果だと思いますね。こういうことは、えー、僕も、えー、同じようにやっぱり大勢の人を率いるそういう仕事をしている者として非常に教えられることが多いですね。えー、僕などは飛行機に乗っていると大概に寝,寝てたりしてですね。<laughs> えー、昨日も,も正直ちょっとあんまり調子が良くなかったんで飛行機の中では割とずっとほとんどなんとなく寝ていてそれでまあそういう恐怖の心気持ちは持たずにあの来れたということもちょっとあるんですけどもあの初めの方にありますねあのー、えー、キャビアンアテンダントのあの、えー、避難の時の誘導のえー あの酸素マスクのつけ方とかああいうものも、ね、しっかり見てないといけないなと思いましたもう今いろんなことをどん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 簡略化されてきてみんなもその飛行機に乗ったことのある人も多いですし日常的に使ってる人も多いですからだんだんもうみんな分かってるよって感じになって、えー、ですけどやっぱり今一度ねそ,の、うん、そういうことって起こりうるんだっていうことでねやらなくちゃいけないなって。 すごく思いました。当たり前のことを僕言ってると思うんですけども、ええー、本当に、うん。それと、ただ同時に、あの、そういうところで、あの、あの、ああいう状況の中から、ええー、だから、まあ、その、とにかく、キャビアンテンダントの、 皆さん驚いたことだと思うんですよね。何が起こったんだろうということは乗客と一緒で、ね、皆さん大概こうやって後ろ向きに座ってるじゃないですか。あのだかそういう中からこ体験してね。でもそこでとっさに、あ、これは非常事態だっていうことで、そういうことができたのは本当に訓練だと思うんです。そこで個々の中での、あの、認識というか、そこの、あれはみんな乱れると思うんですよ、基本的にね。何かバーンと起こった時にはね。でも乱れた時のためにそういう、 えー、プランがあって、えー、で、それに従って、それ、それを行うと。そこで、議論とかが始まってしまったらね、あの中でも、えっ、ー、と、えー、客席の人たちがいろいろ、えっ、ー、と、扉開けてくださいとか、あの、ここ開けられるじゃないかとか、いろいろ言ってるじゃないですか。まあ、あれ以上の大混乱にならなかったっていうのは、その時の乗客も非常に良かったと思うんですけども、ただ、やっぱり、とっさな、 時に人間ってやっぱ同点するっていうのはねもう当たり前のことだと思いますしそれは、えー、あの、えー、2011年3月11日のね、えー、僕は新国立劇場で自分が関わってる作品を客席で見ていたんですけどねあの時のやっぱり同点みんなが同点してワーっとこう,う席を立ってね、うん、そういう時にまあな,ならなかったからよかったけど将棋倒しになったりとか押し,押したりとかねそういうことになったりとかいうこともねまあ 日本人は日頃から割とそういうことに対して、あの、混雑しているものの中で、こうス、スムーズに動けるっていう一種の特性を持っていて、これ、外海外からやってきた人ってみんなびっくりするんですけど、アザの新宿駅とかでね、なんでみんながあんなバラバラの方向からやってきて、誰もぶつからずによく歩けるって本当に言いますよ。向こうのヨーロッパの演出家たちもね。えー、それってやっぱり一つの特性だと思うんですよね。向こうの人たちってやっぱりその、 ぶつかってきた警戒して、警戒するんだけども、やっぱり、その、警戒するあまりにね、何かがあったらもう武器を出すとかそういうことで対応してる人たちなので、あの、人にぶつかることは嫌がりますしね。だから、あの、日本の中でのああいうことってなかなか驚くと思うんですけど、ええー、まあ、あの、いずれにしても、そういう中であえて危機を乗り越えたってことがあるった一方、 普段我々が飛行機乗ったら安心、安心して、えー、離陸して着陸できるということを自分たちの中で思っているのに、そういうことが起こるんだってことですね。これも、まだ今原因は救命の途中にあるんで、なんとも僕なんかこの素人がと、えー、テレビや何とかで SNS でこう言ってるからこうだっていうことを言うのはあまりにも軽率なんでい,いませんけれども、ただやっぱりその、 プロが集まってもそういうことって起こるんだなぁと思うんですよね。そこにやっぱり、あの、何かの認識のズレがあるのかもしれないし、今、まあ、ある、えー、状況の何かの漏れがあるのかもしれないし、えー、というようなこともね、教訓となりますね。はい。えー、そして、あの、能登半島自身のことについてなんですけどもね。う まああのさっき3.11の話しましたけどもあ,のあれがあってからの、えー、長い期間もう本当僕 1, 1年ぐらいですねずっと揺れてる感じがしてましたねだからきっとあの今回のと半島地震を、えー、あの地域であの経験した方特に能登、えー、半島にお住まいの方ね 日々今回もうあれが終わってからだけで震度5大の,あの地震が何回続いているか、えー、関東などいたらね今だとあの,あの時は五強でしたけど、えー、でも3とか、ね、4とかでも来るとね本当にね身構えますよねそれがもう日常的にそういう五強とか五弱とかそういうのが続いているとねさらにもっと大きなあれが来るかもしれないという恐怖の中にいるってことはどういうことなのかって 本当に思いますね。だからまた改めて本当に被害に現れた方、も亡くなった方に関してはもう本当にご冥福を祈るしかないんですけども、でもそこに残った方ねで、これからその復興していかなくちゃいけないっていう中で、いろんなものが足りない中で生活をし,していかれる方々、本当に、えー、頑張ってください。本当にあの、えー 国もね、あのー、いろんなところからも、海外も含めて、いろんなところから、いろいろ、だんだん、だんだん、いろんなものが集まってきて、今は孤立、えー、地域があったとしても、だん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 、あのー、そこのところがね、にいろいろなものが通、道が通っていくんだと思うんですけど、まあ僕もほんの、東半島、本当にこ、この去年の秋、あの春にね、行って思いました。あの、僕の、 生まれ育った鹿児島県の大隅半島とかに地形大変に似てるんで、半島の先の方に行けば行くほどね、そんな本当に山があって、間に小さな川があってとかね、で、小さな鳩場があってとか、またそこに行くまでの間は本当に海の近くのところ、小さな道をこうと通っていくみたいなね。えそういうところなので、この、まあ例えば関東平野とかね、そういう平野とか、盆地とか、そういうところにいるのとは全く違いますから、 だからもう本当にねただでさえ、あのー、生活が困難だったでもだからこそ前回も言いましたけど生活が困難でそういうところだからこそそういう、あのー、そこにただけの大変ユニークないろんなものがあってね、えー、あの、えー、あの、棚田、えー、ちょっと今名称忘れましたがあの担当先の方にあるねライトアップされるあそこなども何回か僕も通ってあそこなんかもう本当にあの あのひびが入って地割れが入ってもう本当ひどいことになっての見ましたけどまあそういうところもねあったわけでねでこれを今からまたそこのところ復興されていくんだと思うんですけどまあ本当に1年近くま,あまだ1年も経ってないんですけどもそういうところにいてそういう,そこう,いうところでお住まいの方にもあったりとかいろいろもてなしていただいた経験が自分の中にはあるもんですから。 本当にね、あの、日々、日々、その、そういう方々のことを思わずにはいられないですね。で、3.1日の時も、あれから本当にどれだけの長い時間が僕たちかかった、あの計画停電とかいろいろあってね、それで、僕らの、自分のことだけを言えば、そういう舞台っていうのも、あの時一回ストップして、それがまた動き、動いてきて、また元に戻っていくためにどんだけ時間がかかったのか。ね。今年などはもうコロナ禍のね、 あれもあって影響もあってそういうことのところでやっと世の中がこう動き始めたっていう時にそういうことが起こってまあただ日本の歴史をねあの振り返ってみればそういうことってずっと今までも起こってきたことですからえそこには何もないってことがこの生きている星のに上にいる以上ね生きた動物の上にいるようなもんですから やっぱり何もないってことはないわけでだからそれに対して何かあった時はどうするって最初のあったその危機管理というかそこでのプランとトレーニング心構えですねチームワークということですねはい大変、えー、考えさせられること多いですはい、うんそれでまああの 今回やってきたのは、まあ今日はこのことだけをちょっと話しかったんで詳しく話しませんが、エルス・ヤルモニカの20周年記念オペラのウンベルト・ジュルダーのアンドレア・シェニエ、えー、の稽古のために来ました、はいえー今し。今回は明日、明日まで稽古をして、あさって帰ります。で、またすぐ 2, つ2日ぐらいを置いて札幌にやってきて、その後は10日間ぐらい札幌にいることになり、でえー 1>, 1月21日の本番を迎えるってことになるんですね。で、これは、えー、フランス革命、えー、今から200年以上前に起こりました。フランスで起こった、まあ、人類史上最も大きな、えー、社会の価値観の変化ですね。旧体制から新しい世界にという、まあ、政歴というのはその、 イエス・キリストの誕生と深く結びついたカレンダーなわけですけどもその、えー、とは全く別な社会旧体制そこまでの、えー、体制と新しいものが今の私たちが住んでる社会というのは多かれ少なかれこのそこで生まれた革命に生まれた新しい、えー、市民による社会というものがベースになってますね まあ、世界の中には、えーまあ、その市民革命があ,あ,ありえー、たわけですけど結局そこからまたはあの、えー、全体主義というものが起こってきてですね今,今、えー、全体主義への危険というものはどこにもあるわけですけどもそういうものがやっぱり片一方としてありますけどもそのやっぱり自由というものを求める市民の一つの、えー、世界がそこにあったわけです。 ね、ただやっぱそこも,も、えー、自由を求めた市民革命だったわけですけどもその中でまた、えー、そういう一種の全体主義的な、えー、恐怖政治っていうのが、えー、ジャコバン党によって行われたロベスピエルのねそういう期間もあったりしてでそれから結局またナポレオンがそこに台頭してきてということでねでまた王政復興の時代がありとか、まあ、いろんなことを経て。 フランスの革命も今に続いているわけですけど、えー、そのとにかく元となった、えー、世界を大きく変えるそういう出来事という,というものをこの、えー、アンドレ・シェニエは描いています、はいまあ、そこの中における人間の、えー、とって愛というものは何なのかということですね人間を突き動かすこの愛というものは何なのかっていうことについてのオペラなわけですけども。 えー、フランス国名のことはもちろんなんですけども、今私たちが置かれているこの状況の中でね、えー、人間らしさって何だろうって私たちは何を、このいろんな問題がある中で何を見ていけばいいんだろうってことを考えながら、えー、作る、えー。今回たまたまそういうことになってますね。まあコロナの中でも自分そういうことを自分たち体験してきたと思ったんですけど、また今回のこの、えー、地震や そういう事故や、今の世界状況、そういうことを考えると、ええー、この作品を作っている意味というものがすごくあるな、というふうに思います。はい。ということで、今日もこれから、ええー、熱い稽古をやっていきたいと思っております。はい。皆さんも、ええー、次第に、あのー、日常的な生活に、まあ、日常というのはもう、俺ですけどもね、その人、今、皆さんがいらっしゃるところによって、その日常の意味も違うと思うんですが、ええー、どうか、ええー、まずは、元気で、この一年も、 お過ごしください。なんか前回はもう全くそう、あた明るいことを僕自身言えなかったんで、本当にちょっと反省しておりましたが、頑張っていきましょう。はい。被災地にいらっしゃる方も、えー、頑張ってください。僕たちもいつも応援してます。はい。えー、共に頑張っていきましょう。はい。僕も頑張ります。はい。えー、では、皆さん今日も良い慎重。あ、外は、えー、雪が降ってますね。はい。雪が降ってます。まあ、ちょっと見えないかもしれませんけども、今日は、えー、札幌は雪です。はい。 ということで、気をつけて歩かなければなりません。はい、それでは、皆さん、良い一日を。